音がない、音がないですね、音がない。今日はすいません、忘れました。忘れたことに気づかないまま、ほんとすぐ近くまで来て、あれな私何も持ってきてないと思って。良いですよ、ちょっとね、なくても。そうそう、三脚とかぐらいしかね、まあまあ、そうですね、雨音ね、雨意外と降ってますね。ざーっと、ね、ざーっとね、やんだかなと思いきや、寒くないですか？寒くないです、ちょうどいいです。空気がしっとりしてるので、ね、うん、今日はこれでプープー泣くベコを手に入れましたよ、ね、ご当地限定にぎにぎボイス、握ると泣くよ。ちょっと座ってください。あ、じゃあこの子を敷いてた冬のやつをしまっちゃったんです。よいしょ、よいしょ、そう、今日は音を忘れてしまいましたので、ブー握るとご当地いろいろ泣き始めました。ご当地いろいろあるのかな、ね、いろいろ。え、でもさ、これこれが作れる、こういうキャラ、キャラというか共同人形的なのがあるところじゃないと出せないか、これ茨城だとしたら脳人形、脳人形ブーって言わないよね。ダイちゃんにぜひブーって言わせるようなキャンペーン、ね、そうだね、ダイちゃんがブーって言ったらいいね、かわいいね。まあとりあえず始めるか、始めましょうか。いろいろ、そうですね、はい、はいはい、静かに始まります。はい、なんだっけ、はい、地蔵編み、はい、ラジオ室どうもどうもどうも、ありがとうございます。今日は、ね、79回目を数えます。はい、今79ね、次回が80回長寿番組です、長寿番組ですね、本当だね、ある意味長寿番組。ガベコかわいいでしょ、ね、かわいいでしょ、これね。ありがとうって言ってますね。ブーブーブー、あぶく窓で買いました。いいな、あぶく窓行ってみたいんですよね、はい、あそこね、いいとこでしたね、鍾乳洞は、うん、ね、すごかった、夏涼しくていいと三浦ジョンが、あ、そうそう、夏、あの一定の気温なんだよね、うん、年中、ね、年中ね、多分15度ぐらいで多分晴れてるって言ってて、うん、ね、あれ、はい、アブクマ島は水結構バシャバシャな感じ、あ、ならないですね、ならないで、まあなんか奥の方に行くとそういうのもあったりとかなんだけど、もうあのホラー並み的な感じになって、あ、そうかそうか、ちゃんと歩ける感じ、歩けますね、通路がある感じ、うん、あ、よかった。まあ水もちょっとはね、うんうん、それあれ、あの、どこだったかな、なんかどっか鍾乳洞で、コースが3つぐらいあって、うんうん、なんかどのコースも全部足が濡れるんだけど、うんうん、なんか最後のやつとかは本当にもう過酷な、うん、流れてるみたいな、なんかあの奥多摩とかにもあるよ ね、そうありますね、東京も、うん、そうそうそう、そう、確かそこは割と狭くて、そう、本当にこうかき分けて、かき分けてヘルメットと、そうそうそう、あぶく窓もね、探検コースっていうのも、うん、途中で、うん、ホラー穴の中に分かれ道があって、うん、しかもそこにおじさんが一人座って、うん、この人ずっとここにいるのと思って、そうだね、一日中そこでね、一日中日の当たらないところでどっちにしますかみたいな、ね、でも入り口で決められるもするの、うんうんうん、なんか一応探検コースはプラス300円を支払うんだけど、でも中でも決められますみたいなこと、ね、書いてあって行きたい人は、ただやっぱりあの足元ちょっと濡れるかもとかだし、うんうん、服装とか気をつけないと、うんうん、私は行く気満々だったんだけど、ね、ちょっと相方に止められて、なんかひどいことになる気がする、そしたら面倒くさいって言われて、あ、まあ確かにね、そうですよね、ひどいことにはなると思う、ね、そう、私はあのよく転んだりするのでそうですね、不良のね、トラブル、え、ちゃんとジーパン履いてるよみたいなでもジーパンも濡れるよきっとまくっても結構こう長めの、うんうん、あのワンピースを着てたから、うんうんうん、まあ、それでスカートだしって言われて、うんうん、いや、だってジーパン履いてるよみたいな言ったんだけど、あの許しが出なかったので、ね、諦めたので、じゃあまた今度ね、そうですね、あのちゃんと運動着で行ったらいいんじゃないですか、でもちゃんとスニーカーも履いてたし、うんうん、そこに行くつもりじゃなかったけど、あ、まあね、そうだよね、でもすごいね、あの鍾乳石っていうのは1センチ成長するのに70年か100年かかる、すごいね、よくさ、え、意味が分かんないと思って、こんなすごいね、だってすごいでしょ、そうそう、つららみたいな、つららみたいなのとか、ね、柱みたいなのとか、綺麗ですよね、カーテンみたいな、うん、そう名前がついてるよね、そうそうそう
かすごいよ、ね、クリスマスツリーって書いてあるあれ考えてる人誰なんだろう ね, ね, ねでもまあ阿武隈堂自体は見つけたのが、うんうん、昭和40年代に発見されたのかな。私がどうやら私1歳ぐらいの時に家族旅行で行ってるらしいけど、うん、覚えてるわけないじゃん。1歳は覚えてないね。でしかもそんなちっちゃい子を抱えながら、うん、あうちの家族はあの中入ったんだと思ってその方が大変じゃんと思ったんだけど。そうね、大変だよね。でも阿武隈堂の話はよくね、うん、家族でしてたから、うんうんうん、行ってみたいと思って、うんうんやっといつもこう近くまで行くのになかなか行かないから、まあまあね、そう立ち寄る時間とかね、うん、でホラー穴だから私、うん、下の方にあるんだと思ってたの普通にこう行って、うんうんまあ、山があってこの下の入り口かなと思ってたら、うんうんうん、結構上まで上がったところからこう下に下がっていく、うん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 、なるほどね。で中がじゃあどそうそうどんどん降りていくんですね、うん、で石灰石の最終場だったところ、うんうんうん、でそこでそのあの掘ってた人が、うんうんうん見つけてなんだこれってガレンタマゲダメなって言ってこれはキラ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 ってすごいすごいよ、ね、なんだべってなったよねっていう確かにそうすごい、ね、でもその山肌がもう削られてるところが超かっこよくて、もうそれだけでも見応えあるしすごいねいいとこでしたよ、うん、でなんか田村市っていうところにあるんだけど、うんうんうん、オリオンちゃんあオリオンちゃんかわいいかわいくないオリオンちゃんっていうゆるキャラがいて、なんか星ちょうどね隣に天文台があって、うん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 、まあそれ星も綺麗に見えるだろうなってところだったんですけど結構上の方だしね、うん、そこもなんかあれでオリオンちゃんっていうのが、うんうん、まあこいつのでかい人形みたいなのも これだ入水鍾乳洞だじゃあ隣ですよそうそう入水がやばいんですよそうアドベンチャーすごい、ね、かなり本気のところで、うん、そう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 阿武隈堂は結構レジャーで行けるかなっていう、うんうんうん、そうだそうだでもこれもう本当隣というかあ近いんだ同じ多分仲間繋がってってただ別々あそういうことなのか途中でこうあのこっちはこっちだってなって阿武隈堂こっちだってなってるところだったからあじゃあすごい解決しましたね解決しましたねそうそうそうじゃあここには本当にあのヘルメットとかでそうあの完全防備で行かないと、うん、行かないと行ってもやばそうな探検家スタイルでそうそうそう絶対やばいよそうそうですここでしたここだすっきり福島県田村市にあるということが発覚なんかその名前は聞いたことあったけど何市にあるとかまではちょっと分かってなかったから合併して田村市だからもともとまた違う、ねうんうん、そうかなんそうかそうかいや滝根町っていうところだもともとのでも名前からもうさ水が入るところねすごいよね入り水ねそうすごいなって思ってたそねそんでね滝根だから滝の根っこって書くしねそうかそうだね、まあ、水にすごく水そうだねすごいね自然ってすごいねそうでこれもすごいんだけどじゃあやっぱり田村市呼ばれてるんだよ田村市なんかあの前に地蔵さんがほらあのダイダラボ石岡でね出会ったねそうだねダイダラボっていうダイダラボっちなんだあのわらから出てきた人形、ね、大きめの人形が町角にいる町の村の守り神的なそうそうそう大人形の話を確か先週だっけ先週でしたっけ確かそんぐらいにして先週だか先週だかにそうでもそしたら、うん、田村のここにもいっぱいあのポスターとか、うん、なんかねあの、うん、生ハゲみたいな顔のポスターがバーンとあって、うんうんお人形様って書いてあってなんだろうなみたいな、うん、でこうこんぐらいの木札のお守りに、うんうん、あのそのあの顔がそれぞれ書いてあるお守りとか売ってて、うんうんうん、気になったけどまだ私はこいつに会ってないから、うん、とりあえずちょっと保留にしてたんだけども、うん、まあなんかたまたまねあ、うん、そうそうこの方このこちらのね作家さんともちょっと縁、ね、がありましてその方に会った時に、ね、その話にたまたままたなって先週話してたそれの話で、うんうんうん、田村氏に、うん、なんか生ハゲみたいなのいるの知ってますかって言われて情報リスナーからの情報です、ね、そうなんですでしかもそれあしかも私昨日あのそのポスターを見て気になってたんですみたいなで調べたところ田村のお人形様っていうのがいて、ね、こっちはお人形様なんですけど石岡は大人形なんだよね、うん、お人形様っていう割にはもう4メートルの大きなこっちのがよっぽど大人形だよね倍ぐらいなんかまあ江戸時代にやっぱ疫病が流行って、うんうんうん、そこから、うん、
あの魔除けのために作ったのがずっと、うん、やっぱ同じですね同じようなそう魔除け、うん、でなんかね本当でっかいナマハゲみたいな感じなの、うんうんうん、見た目はさっき写真見せてもらったんですけど私が石岡で見たあの大だらぼっちとほぼなんか結構にかなり酷似しててただ巨大だっていう、ね、巨大かなり巨大で、そうでね、薙刀持ってるやつと、うん、刀持ってるやつと、なんかさっき写真見たやつここにしっかりでっかい刀刺してる感じに、ね、藁で作った刀が、ね、携えられてたから、うん、ゆみこさんこんにちは。あ、あみこさんのおろし紙も新鮮、地蔵さんの黄色黄色。そうでも今日で同じ髪型してるんですよ。そう。ありがとうございます。長さもなんかね、髪が伸びたね。私そう今だと新鮮ですけど結構ね。髪長かった時は、うん、結構髪やるのがめんどくさいっていうのもあって、うんうんうん、おろし髪をしてたんですね。この辺まであった。うん、長かったよね。そう、うんうん、おろしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてそのお人形様、うん、お人形様、まず村に3体いるってここに書いてありましたけど、うん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 、両手広げて当選簿してる。あ、あじゃあもう疫病を来るなんて。だでもさ今こそやっぱりほらコロナとか ね、そうだからそれで多分見直されたかなんかでやっぱあのその田村氏的にもこいつ打ち出そうみたいなところもあるのかなってだってポスターにしちゃってるもんそうだよ ね、ちゃんとなんかおしゃれなポスターでしたよ顔をモチーフにした、なんかさやっぱりさ日本人はさそうやってさウイルスとかさなまあ、疫病でねウイルスってね、うん、そういうのが起こるとそういうものにこうすがりたくなるっていうのがさ、まあ、やっぱりなんか偶像崇拝というか、ね、神様なんかそうだよ ね、 ねやっぱり大仏建てようみたいなそうだよ、ね、ほらもともとそうじゃ ん今回のことで大仏建立に至らなかったのがなんかすごい不思議なぐらいだよねいやもうだって令和になってからいろんなことありすぎたから、うんそうだよね、これは絶対にそろそろ建立した方がよくない令和の大仏を建立すべきなんだと思うそうだよねなんか他の国ではそういうさなんかあるのか ね、 こうね疫病とか何か流行った時になんか東南アジアとかちょっとありそうな気がするけどやっぱ多神教の国じゃないとさ ね、それってダメじゃんなんかあとトーテムポール立てるとかねなんかねそうそう魔除けみたいなさ、うん、なんかねありそうだよね面白いねじゃあちょっとこれも気になるから今度こっち、うん、今度こっちメインにねお人形様を探すなんか村のどこかにいるって書いてあるからやっぱりそういう感じなんだ旅に行くのもいいかなでもまあ多分辻になってるところにいるんでしょうね境目だよね、うん、この村にはいない4月ちょうどこの間衣替えをしたばっかりっていう話新しく作ったとこそう、まあ、ねそのあれあそこもね。すごいあのあそこは石岡は8月15日なんで。そうかそうか夏なんだね。なんでこの間私が見た時はもうここの杉の木とかは茶色くカサカサになっちゃってたんですけど、うんうんうん、あれが8月15日過ぎてから行くときっと青々とした感じにしてる。ね、で顔も多分書き換えられてると思うので。カレンダーの裏に。カレンダーの裏にあれ書いてるから。あのベニヤに書いてるのもあるけども全部作り変えてるはずだから顔はう、ねうんわかんないベニヤの方はもしかしたら顔使い回しなのかもしれないけど、うんうん、カレンダーはさすがに、ね、多分 ね1年で変えてると思うんだよねダメになりそうだよねそうそうそういくら強い紙とはいえいくら、ね、強い紙で上にビニール貼っててもそうだと思うんだ、うん、まあでもねそんな、うん、こんなこう短期間にこういう話とかだって今まで出会うこんな話そんなないからやっぱなんか呼ばれた何かかなと呼ばれてますねちょっとね面白いねそっか福島にもいるんだ似たような福島他にもなんかいろいろいそうだけどねそうだよねちょっと福島は本当ね面白いですよ面白い、ね、でもそのさ田村氏となんか交流があったのかね石岡のあの辺がさそうだよねなんかだって似てるもんね似てるよねやってることがだから他にそういうのあ私知ってますみたいなのあったら教えてほしい、ね、とかなんかうちもそういうのやってますとか、うん、だってさあうちにいますとかねそうそうそう毎年なんかおじいちゃんがやってますとかさ、うんうん、なんかそういう話を本当知りたいすごいねでまたそれが江戸時代から絶えずにさ続いてるっていうのがそれがすごいよねすごいことだと思うんですよすごいなんかそれいい紙ですねそうなんですよまたこれも福島なんですけどすごい
いい髪ですね。いや、あのでね、まあちょうどまあなんでそこアブトマドに行ってたかっていうと、うんうんうん、私は毎月福島の市場に、うんうん、郡山のあたりであるので、うん、まあ月に一度はそこに行ってるのでね、うん、で近隣をちょっとまあそのあれであの橋本博司さん、手小屋敷とかも行ってたんですけど、うんうんうん、ほらあ、ヒロジと思ってヒロジ、私もこの間東京、私仕事で、ね、銀座の方に有楽町に行ってたんですけど、うん、有楽町の交通会館ってね、あの駅前すぐですよ、うんうん、あのビルで行って、ね、懐かしい昭和感の漂う、そうレトロな感じのね、でだいぶお店が閉まったって聞いたんですけど、そうかもしれないです、うん、私もともとはあんまりよく知らないのであれなんですけど、でそこから帰りにちょっとなんか土産物でもなんか買って帰ろうかななんて思って、交通会館の地下に降りてから、なんだっけ、糸島だっけ、あっちの方に抜けようと思って、うんうんうん、降りたところのなんか飲食店の食品サンプルの脇にあのうさぎの張り子が2体ね和食屋さんの食品サンプルの脇にうさぎが2体いて、これはヒロジだと思ってヒロジのうさぎだと思って写真をカシャッと撮って、アミコさんヒロジ見つけましたって、あの顔は絶対ヒロジ、あのね同じタイプのうさぎはいっぱい、うんうん、あの、うんうん、あそこでデコ屋敷で作ってるんだけど、うんうんうん、顔がねもっとねなんか普通なんですよ、皆さん、 あの、まあ、よくあるこうキャラクター化された感じ、かわいらしい、ヒロジだけちょっと、うん、なんか歪むというか、そこにいるよ ね、 そこにいますね、ちっちゃい子、大きい子もあっちにいるけど、そうそう、これヒロジ君の子、かわいい、あ、これでもこの子は割と綺麗、割と綺麗って失礼な言い方ですが、なんでしょうね、あの整ったお顔、整った感じだけど、あのこの張り子自体がデコボコしてるとか、うんうん、そうですね、そうちょっといびつ感のある、うん、このまさにまさに、多分ね、でもこの子はもしかしたら綺麗か、ちょっと綺麗だね、これがもう完全にヒロジの背景なんなんかもう張り子鑑定してるね、うん、これはヒロジだ、いや、まあ違うかもしれないけど、ね、違うかもしれないけどね、なんとなく、でもやっぱり何でもさ、こうさ見てくと目利きになってきますね、そうなんですよ、本当そう、本当そうよ、で着物とかもさ最初はさよく分かんないでさ、そう、感覚でね、生地とかも分からないでいるんだけど、やってるけど、だんだんね見てるうちにいろいろ分かるようになってきてこれ好きなやつだっていうのがね、すごいです、これはね、なんでこれがあるかっていうと、うん、その市場でやってたその中に、うん、なんかね風呂敷の山みたいのが出たの、うん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 、でこう多分贈答品でそのままこうくるまれたまんまんだったけど、うんうんうん、私は買わなかったけど、うん、この紙絶対あれ速攻捨てられんじゃんと思ってそうだね、この紙だけ欲しいから、その紙だけ欲しい、その買った人に荷物を寄せながらこれだけシュってこれ私ちょっといいですか、あ、いいよいいよみたいなシュッと取って、うん、もうね、あの状態は良くないんだけど、いやいやいや、でもこれあの福島の銀行の東方銀行っていうところの昔の包み紙だけど、いい包み紙ですね、福島の民芸品がいっぱい書かれてて、これも同じ、しかも写真だもんね、そう、ベーコちゃん、これいい資料ですよ、ベーコちゃんと、うん、とかね、あと会津の今度天神様ですね、会津、うん、は張り子がね、あとこの中で、あと三春の駒もいた、そう、象乗り人形、何これ、すごいいいね、北の浜張子って言って岩木市の上の方なんだけども、これも廃絶しちゃって作ってる人いない、うんうん、もう博物館とかにしかないんだって、これ欲しいと思って、欲しいよね、私はこれを探す旅ですよね、これからあと北の浜にも行ってみてと思って、うんうん、でそれもね、あのこの張り子の鶴屋さんに教えていただいたんですけど、うんうん、これここも張り子いいんですよみたいな、すごい、これはいい、やっぱ張り子のことは張り子プロに聞くべきですね、張り子プロの話すごいめっちゃしたいから今からするよあと白川だるまね、そっちの手が白川のだるまさん、あとね、これ可愛いですよ、マリコ初めて見た、マリコ犬、これも可愛い、三春だから可愛い、いるはずですね、いますね、あとこの有名というかこのトラ、うんうん、トラが、ね、何も見えないけど、うん、そう、トラ、ね、ちょっと映ってます、あ、いや、いいですね、映ってます、うん、私このこれもこんなんですけど、この
ぽい。ジャンガラ踊り。これは土人形っぽいんだよな。土人形っぽいね。でもなんかジャンガラ踊りって聞いたことがあるし、うん、私の先生がいわき出身でなんか言ってた気がする。人形。へえ。今浜通り中通り会津と、うんうん、まあ至るところにすごいね。いい人形がいる。ね、福島県は最高ですよ。なんでそんな福島いっぱい人形あるんだろうね。茨城そんなないじゃない。うん、なんだろう。人形ぐらいしかないよね。まあでもまあこれ中港張子がね。あ、そう中港張子ね。ほらいますけど。そう。でもそれぐらいで。その昔はでもこれもねもうほとんど作られてないんですけど。ね、なんだろうね、茨城はいないんだろうね。やっぱり気候かね。気候もあるとがないからか。そうで、会津の張子は本当に歴史が古くて、うん、その昔に蒲生氏の時代に徳川様が、うんうんうん、京都から張子職人を呼んで、うんうん、冬の間 の、 武士たち の、 あの仕事というか、なるほどね、して一応なんかそれを売って生計を立てるみたいな、うん、すごいね。あと、まあ、あと福島といえば、まあ、こけしも好きですね。こけしの話にもその張子屋さんとなって、好きだけどもう手出しちゃいけない分野だと思ってるんですよ。ああ、こけしは結構沼っぽい感じがしますね。やばいですね。地域によってもものすごい特徴があるし、作家さんによっても、ね、でなんかでかいでしょ。でかいし重いから、そうそうそう、凶器になるからドンキ。そう、本当にうちにもあって結構でかいのいるんだけど、バランスがやっぱ上がでかくてさ、だからね、あれ落ちてきたりとかして、ね、とかだってさ、こけしドミノみたいになるわけじゃん。そうなんですよ。全部ぶつかったら痛いし、本当下手したら死亡事故だから頭打ったとか言ってコナン君が来てこれはこけしだって。でも張子ならほら、まあ、軽いのでなのでちょっと集めてんですよ ね、 ねみたいな話をしたりして、さてコメント読みましょう、はい、戻りましょう。包み紙ってもうあんまりないもんな。確かにね。そもそもそうだよね。そっか、オリジナルの包み紙とかもあんまり今、ね、ないよ ね、 ないよね。おびむすび丸さん、山にはいないよねと、この前東北歴史博物館の常設展示店で、でかいヘアが杉の、青々とした守り神みたいなのいました。それ、それまさにそう、あの青々としたヘアなんですよこれもちょっと、ちょっと何それ、東北歴史博物館の常設展示に何か、ちょっと待って、常設なの、じゃあ会えるじゃん、ね、東北歴史博物館、東北歴史博物館はやっぱり仙台にあるんですか、うんうん、ね、仙台っぽい気がしますねちょっとこれ、これちょっと調べとくわ。これね、私もちょっと調べます。すぐググりましょうね、あの配信終わったら、ちょっと待って、これあちこちにもしかしているんじゃないの、あちこちやべえ、来た来た、そうね、包み紙もそう、ロマンだし、包み紙、ね、これもさ、なんかそのお土産屋さん、ね、うん、いいですね。でもそれは、ね、ゆるキャラだから近代、近代だけど、最近だけどさ、でも可愛いね。でこれをこれを入れてくれたんですね。このなんかね、このレジのところにこれがこうちっちゃい袋からいっぱいこう作られてあって、うんうん、いいなと思ってたら、うん、まさかの一番でかいやつに使ってくれて、やっぱお店のね店員さんに、こういうのさ、これいいですねって言って集めちゃうよね。こういうのもさ、なんかさばるんだけど、ゴミですけどね。そうなんだよ、ゴミなんで、ゴミなんですけど、知らないとかしたら本当ゴミなんだよね。でもそうなの、私も集めちゃうんですよ。私もさ、なんか古い私の七五三の衣装が包まってた多頭紙に、うんうん、なんかその祝いののしが入ってたのね、うんうん、でそののしがさ、その犬張子が書いてあったりとか、すっごい可愛くて、昔ののしで さそれさ大事に今ファイルに入れてたのか、私もね、そのそういうね、なんかねファイルがあるの紙をこう一応、ね、本当はもうこうサッとなってたんだけど、ある時にちょっとね整理しようと思って、クリアファイルみたいな、とりあえずなんかあの甘くちゃくちゃにならないように、多頭紙に入ってたら綺麗な状態になっててさ紙もロマンやばいですね、やばい、ね、紙とか布とか好きなんだよね、やっぱりね、ゴミ人が見たらゴミなんだけど、ね、もうとっても大事なん、そうなんだよね。多賀城にあるそうっていうのを教えてもらってメモしました。ありがとうございます。まあ仙台地域なの で、 仙台です、すぐ行けますね。やばいね。仙台からちょっと東に行けば。ここにこの子たち、あ、その子もガチャガチャで、七福神シリーズ。
そうなすごい誰なんでしょうみたいな。七福神が私ホテイさん。あ、正解。ホテイさん。これこっちなんか強そう。強そう。戦いの神といえば。ビシャン持ってる。正解です。ね。何の。すごい。バカだね。ベコクイズが始まった。元より駅は、うんうん、東北本線国府多賀城駅。ありがとうございます。多賀城は国府があったってことですかね。あ、そうです。そう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 。そういうことか。じゃあ歴史がね、うん、ありますね。みこさん、包装紙でデコったり、紙布沼あるある。そうですよね。今そういろいろね。包装紙でね。そう、デコパージュとかね、ちゃんとやる方法もね、ありますよね。おしゃれにね。それそうか、一貫張りとか一貫張り一貫のカゴとかに ねやってもかわいい。おしゃれなバッグ、おしゃれなバッグにちゃんとでも銀行名も入れたいよね。おしゃれかどうかは、うん、お前が思ってるだけだよっていう。そんなに銀行でもらったのって言われるのがさ、関の山だよね。そうだよね、おしゃれかどうかはちょっと。だってそういう包装紙でさ、なんかブックカバー作ったりとか、うんうん、やってたでしょ。やってたよね。だってね、うん、ノートをさ、必ず毎日出てこるらしいよ。まだ4月は忙しいよね。忙しいじゃないですか、新学期になったら。ね、3月終わりはさ、そうそう、新しいノートを、そう、新しいノートを科目別にいろいろテーマ決めて、その、ね、雑誌とかから切り抜きで、ね、うん、作ってましたよね。作ってた。同じようなことやってるんですよ、実は。そう、ちょっとね、そうそう、同じですよ、ね。みんながやって、今はノートはそんなに使わないから、ちょっとね、そしたら一旦張りとかそういう方向になるよね。だって見せびらかしたいからね。そう、バッグなら見せびらかせるじゃないですか。そう、何それってさ。でも多分一般的に言ったら何それって心の中で何あれみたいな、そう、何あれって思いながら聞いてくれないですよね。ね、赤べこさんがいっぱい、また増やしてしまいました。全然赤べこ関係ないけどね、田村は。あ、そうですか、うん、そうかそうかそうか、赤べこは会津、うん、会津のものだから、うんうん、そう、でもでもそのお人形様情報を求むですね。いや、ちょっとね、まさかのつながりで、ね、まさかの多賀城にも何かいるらしいっていう。気に入った包装紙でブックカバーとかにしてました。そうですよね。京都の昔の地図とか。ああ、ね、そうそうそう。仲間だな、ね。みんな結構やっぱそういうの好きでしょ。ね、そういうの好きな人だよね。紙沼ありますね。昔のあの化粧品とかのね、うん、包み紙とかモダンです。そうですね、モダン。素敵なやつ、ね、いっぱい集めてる。そうそうそう、昔の資生堂とか。ああ、昔の資生堂いいよね。ね、おしゃれだよね。そう、おしゃれ。いいよね、資生堂は。ね、死んだらただのゴミ。そうですね、死んだらただの、死ぬ前からゴミ。そうなんです、そうそう、死ぬ前からもうゴミ認定なんだけど、ゴミどうにかしろって言われてる感じだから、ちょっとね、ゴミ。そうなんですよ、私もでも確かに客観的に見て、あ、まあ、もまあもはやゴミだよねって思いながらも、そうですよね、でもね、でも捨てられないですよ、捨てられないんですよね、うん、シミがついてようがなんだろうが、ね、そう、今もうないじゃん。そう、今もうそう、もうそう、もう手に入らないってところがさ、やっぱりさ、うん、本とかもボロボロだけどさ、ね、そうね、ボロボロだけどさ、昨日私もちょっとね、本をさ、空き時間にね、見てたんですけど、ね、こういう本とかも、まあボロボロなわけですよ、うんうん、でしかもさ、今ね、私昼夜帯を、うん、解き始めたんですよ、うんうん、1個さ、私がまあその辺に置いとくのが悪いんですけど、うちまあ猫がこの間ね、手術をして、あ、はいはい、で、猫ちゃん大丈夫ですか。そうなんですよ、チンコの先がこう石が詰まっちゃうから、チンコを切って切って穴を作るっていうね、手術をしたんですけど、うん、遠尿道漏手術っていうのをやったんですけど、でそしたらなんかそこ傷口がまだちゃんと塞がってないのか、結構血が出
ってたりとかしてて、うん、かわいそう。そうなんですよ。でそうおしっこをした後もさ、まだこうエリザベスカラーついてるから、うんうん、お尻舐めたりとかもできないから、うん、なんかそうだから尿と血が混じった液体が結構家中に今点々としてて、それで気づいたらその昼夜帯にあバッチリバッチリ尿と血液がついてて、あおそうだよねと、まあ置いといたら私が悪いんだけどね。そうだからそれをちょっと解いて、帯だったら縫い直せるんじゃないかと思って、そう今解いてね、それでこういう本を見て古い昼夜の仕立て方を学ぼうと思って、うんうんうん、今見てるんですけどね。そうコメントを読みましょう。ガイドブックとか恥ずかしいから私もそうしてた、ブックカバーして本読んでる風に、うん、そう旅行行く時のガイドブックカバーしてた、うん、恥ずかしいよね、いかにもね旅行しちゃって恥ずかしいからね、恥ずかしいからね、わかります。仲間、ね、捨てれなくてミニマリストになれません。あと同じですね、真逆だよね、逆ですね。逆はなんて言うんですかね、なんか、うん、あのね、マキシマリスト強そう強いね、マキシマリストでいきたいですね私たちね。でも本当にミニマリストがここ来たらもう本当全部捨てられるんだよ、ね、全部捨てられちゃうよねマキシマリストだよ使わないかもだけどめでたいね。そうなんですよね。なんかさ、でもそのさ、マキシマリストって今勝手に名前作ったけどのなんかさ、ブルータスだかなんだかさ、ああいう系のなんかちょっとこうインテリアとかのさ、うんうん、雑誌みたいなのにそのたくさん物を集めてる人の特集みたいなのが、うん、いつの号だか知らないけど、そんなあったみたいで、それはなんか吉田号とかなんかいろいろさ、いろんな人が資料集めでもあるからね。そう割と作家さんとかが表紙しか見てないけど、なんかこれ超面白そうって思って、そういうコレクター気質の人がいい、ねうん、であの捨てない自由もあっていいみたい なんかそういう感じのさ、ね、最近主流あの世の中の主流はなんかすぐ捨てるじゃないですか。そう何でもかんでもね、何でも捨てよう、捨ててサブスク、そう大事なサブスクね、捨ててね、サブスク所有しない美学みたいな、所有したいんだよね、所有したいんだよ、ね、そう所有したい、かわいいものを所有したいんだよっていうさ今私炊飯器が欲しくてね、あの昔のタイガーの、うん、今復刻出てますよね、出てて8月ぐらいにタイガーの炊飯器がね、うんうん、出るんですよ、昭和のね、そう白地でお花とか、あのお花とか私欲しいのはこうラインでこうオレンジとかのさ、こうラインが入ってるやつ、いい、ね、その辺にあるよ、うちもちょっとあれ欲しいんですけどね、ラインっぽいポットとかありますよ、あとラインっぽいポットとかねそうそうそうはい、ガイドブック恥ずかしいって関東の人だけ、北海道堂々と持って歩きます。上京して関東の人に注意されます注意ってね、注意する必要はあ、でもまあ、そういう旅人っぽいと、でもほら、なんか狙われるとか ね、そういうね、東京は置かないから東京怖いから、ね、何に会うか分かんないから、そう外国とかもね、やっぱりね、そう狙われちゃったらいけないと思って、そうそうやってましたね、なるべくボロボロの服装とかで行くと、そうそうボロも汚い感じでねそう、そう、あ、そうそう、かわいいね、70年代ぐらいのね、家電がね、復刻で復刻しますよね、そう、タイガー魔法瓶とかね、うん、そうタイガーが復刻出してますね、そうそうそう、昔のね、タイガーのロゴもいいんですよね、あ、いいですね、ガオーっていうね、かわいいね、あれガオー、壊れてんのにそこに魔法瓶あるよなんかね、捨てらないよね、ガオーのためになんならわざわざ買うからね、あ、そう、それを私は買ったんですよね、使ってないけど買った、いっぱいそういうのばっかり、そうねえ、ダメよね、やっぱりね、でもいいんじゃない、みんな結構それ系だし、それ系だしね、うん、そうやっぱそういう趣味もそれはそれで、そう、それはそれでね、いいじゃん、いいことなんですよ、別に、そうそう、ね、ってね、いうことに、そうしておこうと思って、うん、ね、でこう帯のさやり方をさ見ようと思ったらすごいさ、やっぱりこのさこのね切り抜きがさすごい、ね、うん、結構切り抜きされてて、なんか肝心なところがちょっと読めなかったりとか、じゃあ同じことを学びたかったんですか ね、きっとね、あ、まあでもあの普通の昼夜は載ってたんですけど、うん、ちゃんとそうなんですよね、なんか柄とか結構ポイントであったりするんですか？いや、
ないから多分やりやすい、直しやすいと思う。とか普通に縫えばいいんじゃないの。あ、そう、普通に多分縫えばいいんだと思います。そうそうそう、なんかでもこのさ昔のやり方もちょっとちゃんと見とこうかなと思って見たんですけど、うん、まあね、そうそうそう、やり方とね、あれと、そう、まあでも同じように多分縫えばいいだけだから難しくない。そう、芯入れて、芯もなんか三河芯みたいなのが入ってて、帯芯、うん、そう、帯芯が入ってましたね。帯芯いらなかったらもらえます。あ、そっかそっか。でも帯芯あれないと本当もう表地が薄いやつだった。それを使ってやり直すってことね。そう、それを使ってそのまま、そのままそれを使って洗って直そうと思って、そうね、こんな感じでございます。物、はい、ね、物はもう、ね、古いものってね、いやでも古いものってさ、その受け継いできてるさ、お、重み、重みっていうと大げさなんだけど、なんか誰かが仕立てて、うん、で誰かが着てて着物だとね、うん、でそれを今私が現代着てるっていうのが面白いなと思って楽しいなってね、うん、思うんですけどね、そういうのってさ洋服だとなかなかさないじゃないですか、洋服、まあ、古着とかはねあるけど、うんうん、でも古着もさそこまで着物ほど古いものはさ、なかなか、そうだよね、戦前のさ服ってなかなか洋服はない気がする。まああるところにはあるんでしょうけど、まあもう博物館級の何かだよね、うん、になっちゃいますよね。だからそう考えるとやっぱりさ日本人のこの物持ちの良さとかさ、いかに大事にしてたとかさ、まあ、着物って、うん、そもそも繰り回して使うものだし、無駄がないよね、残してるものとしてすごいよね、うん、ね、すごいよね、いろいろ思い出す、いろんなものそうそう、いやすごいよなって、もう本当にねこの昨日だから和裁の本、あとあつらえってないよね、なかなか、確かにそうですよね、そうだよね、あのおあつらえでさみんなそれぞれこう家庭、各家庭でこう仕立ててたわけじゃないですか、うん、基本的には、まあ式服とかはささすがにねやっぱりそういうのを上手な人にお願いしたりはしてたのかもしれないけど、うんうん、根本的に自分たちでやってるから、その次に直す時にやりやすいように布を多めにさ畳んでしまっとくとかさ、うんうんうん、いろいろ工夫をされてるわけで、その先のことを考えて作ってたりするからね。そうそうそう、すごいよね。子供なんかのやつもやっぱり成長を考えて、うんうんうん、そう入れたりとかね、繰り越し入れてたりするのもそういうところだし、そう、あの仕立て方もそのさ職業婦人、あ、これこれこれ、出歩きの多い婦人の改良襦袢とかさ、うんうん、なんかそのね、だからそう手軽に縫い直せる出歩きの多い婦人の改良襦袢、電車の中で前に腰掛けていた婦人が袖口や裾の汚れの見えるのは本当に嫌なものですねと話しておられるのを聞き、自分のことを言われているように恥ずかしくなりました。私どものように外で働くものは人一倍袖口や裾回りが汚れるものですが、うんうん、在来の長襦袢では縫い直しをする時間がありませんので、これを手軽に縫い直せる工夫をしてみましたと、っていう風にね、うん、半襦袢と長襦袢式に仕立てた裾よけで、うんうん、俗に嘘つきという一組の改良長襦袢を作って使っておりますが、この10分か20分あれば袖口でも裾でも手軽に直せるので皆様にお勧めしておりますって、なんて画期的ね、出歩きの多い婦人だからそう、私たちもさ出歩きの多い婦人だからこれ ね参考にしないと出歩きの多い婦人でね、ここの回そうそう書き出していただく出歩きの多い婦人、字面さ書くとまたすごい ね出歩きが多いですから、あ、欧米はジュエリーを引き継いでたりする。あ、確かにね。そうですね。そうかも、そうかも。うん。そうですよね。面白いな。面白い。面白いな。ね、そう。でも本当、着物はでも本当面白いと思うよ。うん。そのね、まあ巡り巡ってこう自分のところに来たからさ、うんうん、まあ、なんかご縁があったんだろうな、そうそうそう、ね。だからまあなるべくね大事にねまた来て、うん、やっぱその、ね、
着てた人がこう、うん、やっぱ繕ってた部分とかあるじゃない。そうそうそう、そういうの見るとたまんないよね。たまんないよね。私もさ帯解いたらさ意外と縫い目が荒くてさ、あすごいさ、なんかさ安心しない、安心する。そうだから私でも直せるってちょっと思って。そうなの。いろんみんなね完璧じゃないからね。ね。結構ね、そうあこの人着替えそうみたいな人とかいるいるよね。そうだよね、面白いよね、うん、でもそこれでそうだよね、生活してたんだからそうだよと思って、うん、そうだよね、そうそうそう、別に全部こう 商品となってたわけでもないし、うん、ね、そうなんだよね、面白いよね、うん、だからそういうのそういうのまで好きになっちゃうと、うん、もうそれこそ捨てらんないんですよ。捨てらんないですね。ちょっと傷んでる方が何なのかグッときちゃうよね。ちょっと継ぎ当てのさ跡があったりとかさ、継ぎ当て跡、うん、そこをむしろ使って再利用してやろうみたいな、うん、そうだね。袖とか裾にさリボンついてたりとかさ、うん、ね、擦れないように。そう、分かってくれてます。分かる。分かる。手習いで塗ったりとか、ね、そうそういうところとか愛おしいですよ、ね、いいですよね。面白いなんだよね。お尻が可愛かった。ね、そう人がね作ってるんだなっていうのが見えるところがね、たまらんね、たまらんですよ。たまらんですよ。すごくでっかくマキシマリストとか。今日の言葉、マキシマリストね、まあ、ものは減らない。そう私そうだ、今日ねラジオ室のネタにしようと思って、昨日ねお菓子を見つけてね。何それ。昭和チロル、昭和のチロルチョコと、プリンとクリームソーダ、平成チロル、平成とタピオカ、令和チロル、令和もあるんだ。そう、ちょっとね全部3つ買ってみたんですけど、チロルチョコの切り巻きとかで書いてあるよ。パッケージがさいろいろ書いてあってさ、コアラとか、ね、ちょっとパッケージ見て話したら楽しいかなと思って、うんうん、昭和後期、そうですね、昭和ローラースケートとか、うん、まあ、このテレビは、まあ、いろいろ、そう1926から80、まあ、昭和の時代ってことですよね、うん、でも大体まあ昭和、まあ、でも昭和40年代以降な感じがしますね。40年以降な感じですはあるかな、うんうんうん、ね、そう昭和長いですからね。令和はパキスタチオ、そう令和は あのマリトッツォ、マリトッツォ出たよね、流行ってましたよね。私ちゃんと食べたことないけど、私もねちゃんと1回ぐらい食べた。あ、アマビエがいる。アマビエがいる。ね、あとは推ししか勝たんとか、あとあれですね、なんかあの自撮りのなんか自撮りってわけじゃないのか、なんかもうアプリの画面みたいなデザインに、うんうんうん、あとあれですね、ちっちゃい扇風機、あとピスタチオとかね。そう、まあでもこのさフォントとかもやっぱりちょっとこう、うんうん、今っぽい感じの、平成なんかも完全に、うん、あのまあ本当平成を生きてる世代だから、うんうん、もう完璧じゃないですか。そうそう、プリクラとか、ね、プリクラと、ね、こうあハイビスカス ね、ハイビスカスだ、ティラミス、味もティラミス味ですね。チロル食べると何かなと、ポケベルだ、ポケベルだ、ポケベルと映るね、映るんクリオネイル、え、これソックタッチだ。あ、ソックタッチ、本当だ。カセットテープ、ウーパールーパーもいるけど、ウーパールーパー昭和じゃないのかな、ね、あギリギリのところですかね、うん、でもまあ昭和な感じがしますけど ね、80年代っていう感じが、うん、ああギリギリ、ギリギリ平成元年とかかもしれない、元年とかかもしれないね。小学校、うん、高学年で飼育委員会で、私だってうちにいたもん、小学校に、小学校にいましたね。すぐ死んじゃってお墓作った。ウーパールーパーの墓、私もでもなんかウーパールーパーの墓ってなんかあったような気がする、うん、私作った。CD と、うんうん、MD じゃんこれ。あ、MD だね。MD じゃん。あとはデコった携帯。デコった感じのね。うん、うん、いやー、ね、いやー。やっぱりさ、電話はまださ、あんまりアイテムがないもんね。そうだね、まだね。そう、ハンディー。あ、そう、ハンディーのところね。そう。
そう、令和のパッケージがシティポップな雰囲気。そうなんですよね。うんうんうん、そう、ちょっとなんか80年代のね、あの、なんだっけ、名前が出てこなくなっちゃった。そう、感じがありますよね。でもなんかこういうタッチのイラストとか流行ってるしね。そうですね。みんなその、そんな感じの。そうですね。最近、T シャツとかいうの。パクリでなんか燃え上がってました。田中美咲さんの絵のパクリだっつって。なってましたね。ね、そうですね。流行りね、そうそう、流行りですよね。このまあ色合いとかね、うん。パッケージデザイン面白いですね。そう、なんかね、買ってみました。こんなのが出てると思って。いいね。ピスタチオ普通に食べたい。そうね、ピスタチオ流行ってますよね。なんか流行ってるよね。ピスタチオ味の何か味のものってここやっぱり 2、3年すごく流行ってる感じがする。うんうん、ね、うん、今ってでもやっぱりこう大きいブームがさ少ないけど、その食品はありますね、うんうんうん。やっぱり明らかに。食べ物はそうだね、あるね。ね、あの。ちょっと前、今バタバタ潰れてる高級食パンとかさ、あーすっごい、食パンブームがあったりとか、うん、バタバタ潰れてますね。バタバタね、潰れてますよね。タピオカの次はバナナジュースだとか言ったけど、それもそんなに、そんなに来なかったかな。そんなにね、あれでしたしね、うん、ね、うん、なんかやっぱり食はみんなこう流行りのものを食べたいっていう、うん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 、手を出しやすいからかな、なんですかね。ね、うん、でもなんか、ね、そう流行るとさ、なんかやたらとそればっかりになってくる、うん、あ、そうですよね、あの現象すごいなと思って、ね、絶対これ廃れるよなって思うじゃん。確かに。でもやるじゃん。やりますね。あのバター味も流行ってましたよね。今も流行ってるじゃん。なんかバタープリン売ってた。バタープリン、あの雪印っぽい、あの、うん、あ、見た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 、ね、売ってますね。私食べたんだけど、うんうん、私はちょっと苦手だった、うん、あまりにもバターだった。だけどあのツイッターとかで見るととっても美味しいみたいな、うん、あ、みんなバターでも、しかもバターを食べればいいのではっていう気持ちに、そう口どけもよく、そうですよね。そうね、あんまり出歩かなかったからね。だからそういうところで、そっかそっかそっか、そっか、出歩かないから確かに見た目とかメイクとかどうでもいいもんね、うん、あ、飲むわらび餅、あ、確かに飲むなんとかっていうのも最近よくありますよね、うんうんうん、そうだね、食べるのめんどくさいんですかね。なんか今の子たちっていろんなことめんどくさいじゃない。あー、そっか、うん、そうかも。なんか、まあ、確かに確かにね、ドラマとかも普通に見られないから倍速で見るとか、うんうんうん、そうですね、あのそれ1個で栄養も全部取れるみたいなものも好きですよね。だからあのカップ麺にさ、やたら栄養入りのが出たりとかさ、うんうん、そうだね、今そういうのすごいもんね、多いよね。でゲームしながら食べれるとかがいいんじゃないかな。あ、そうか、手が汚れないとか、あと煩わしくない、そうそうそう、どんどんなんか宇宙、昔描いた宇宙食みたいな世界になっていくのかしら。なっていくよね。でそれで本当にさ、やっぱり顎がさ退化してさ、こういうさ、でも、うん、ちっちゃい、既に加工でこういうのがさ、顎がこう、うんうん、なんていうの、尖った顎にみんなしたがるじゃないですか、うんうん、プリクラとかもさ、うん、勝手にそうなるけど、うん、やっぱりでも目指すところがそうなってるってことだよね。ね、不思議よね。あ、生なんとかとか、生カステラ食べたら生焼け感しかなかった。あ、そう、あったあった、生ドーナツとかもあったよね。生なんとか流行ってるしね、あるよね。私生ドーナツって一体どういうことだろうと思ってさ、私も生焼け、そう、あの、揚げる前と思ったらなんかね、もう全然別物で、うん、なんかあのゼラチンで固めた何か、形がドーナツ状っていうだけで気持ち悪くないか、なんかクリームチーズ的なさやつとか、なんかそういうやつでしたけどね。だから冷たいお菓子だった気がする。わかんない、だいぶ前に食べたやつだけど。そう、あとなんかさ、生なんとか、そう、有楽町行ったらさ、久しぶりにクリスピークリームドーナツの看板を見かけてさ、うんうん、あるある、ね、ありますよね、あそこね。そうそうそう、うん、あの、私もなんかそこでしか売ってないあの味とかがあるって言ってたね、うんうん、そうなんだ、久々に見たなと思って一瞬買おうかなと思ったけど、ちょっと並んでたから、うん、並んでまで好きじゃないんだよなと思って、うん、フォーラムのとこにあるもん ね、ありますよね。そう私いつもそこ眺めて、あのちょうどその辺りに、うんうん、あの大江戸でね、うちの相方がお店を出す場所なので、そっかそっかそっか、いつもね、あ、ちょっと食べてみようかなと思うんだけど、いつも行列で、うん、いいやみたいな、ね、なんかそこまでいいかなっていう気持ちにね、うん、一時期めちゃめちゃ流行ってたね。そうそうそう、生食パンは不思議な感じでした。確かにそうですよね。なんかそう、何でもこう生ってつけるのってなんかね、流行ってね、流行っ
いましたね。生チョコあたりからですかね。あ、生チョコね、生キャラメルとか。あ、生キャラメルとかね、うん、花畑牧場ね、うん、そうです。すごい流行ってたよね。流行ってましたよね。あれも別にまあ、あ、キャラメルだよね。だよねっていう感じ。でもね、並んだりしてね。そうそうそう。並ばないと買えないみたいな。そう。でもそうするとやっぱりこうどんどん希少価値がね高まってみんな。うん、ブームみたいなのがね、絶対あって、やっぱ人はそういうのちょっと気になっちゃってね、流行りの食べ物ね、うん、でもやっぱりこう食文化もさ、なんだろう、いろいろこうその流行りがあると、例えばエスニックとかも流行ってさ、タイ料理とかさ、うんうんうん、昨日私霞にさスーパーに行ってさ、その精肉コーナーにもう何、ね、炒めるだけのガパオのセットみたいなのとかさ、うん、もうなパックの中にひき肉となんかもう全部入ってて、ああ、 もうそのまんま炒めるだけみたいな、そう、なんかこんなの売ってんのと思って、すごいね、すごいよね、なんか市民権を得てるんだね、もうガパオは。そうそうそう、そんなにガパオを食べたいかいって思いながら、うんね、まあ、美味しいけど、美味しいけどさ、美味しいけど別にひき肉買って作ればその話なのではって思いながらも、うん、全部ねセットになって売られてたりとか、人気があるんでしょうね、人気があるんでしょうね。ね、面白いよね。そうだね、私はあんまりそのね食べ物こあの流行ってるのとかに飛びつかないから全然わかんない、うんうんうん、あ、なんか流行ってるのは知ってる、ね、あ、これは本当に流行ってたよね、このマリトッツォ、ね、そう、マリトッツォ、結局だからその呼び名もちゃんとインプットできない、そう、そうそうそう、ね、そう、なんかあのマリオみたいな名前で、うん、パンの中にでも要はクリームこてんこ盛り、そう、そもそも生クリームが、ね、好きじゃないから別に、あ、だ、あ、もらったことはある、あ、けど私あんま食べないからって誰かに食べてもらっちゃったから結局食べてない、なんか、ね、うん、あ、ホットモットにもガパオありました、あ、そうなんですね、あ、すごいね、もうガパオっていう単語はもう普通に、ね、普通にもう日本語化してる感じかな、うん、多分ね、馴染みがありますね、すごいよね、すごい、うん、すごいことだよ。でまたこのさ、全部チロルにしちゃう、このね、チロル、チロルね、すごいよね、すごいよね、うんうん、このメロンソー、昭和はメロンソーダ風味チョコとプリンチョコ、プリン普通に美味しそうね、あの今なんかレトロなのやっぱ流行ってるし、ね、ピスタチオのやつ面白いよ、ピスタチオ風味クリームを、うん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 、ピスタチオ風味チョコでコーティングしてる形になってるんだけど、うん、その、うん、まあ、あの砕かれたピスタチオが入って、うん、粉砕ピスタチオって書いてある、粉砕ピスタチオ入り、もうちょっと言い方なかったの、粉砕、だって文字数の関係か、粉砕です、粉砕されてるだね、砕かれたね、タピオカ風グミだっていうのはちょっと気持ち悪そう、ね、グニャッとするやつですね、うん、のティラミスも普通に美味しそうだね。あの、だってティラミスのチョコってさ昔売ってたよね、うん、売ってたよね、その時代チロル私はスーパーで買いましたよ、あ、じゃあスーパーで今普通に売ってそうだね、霞で売ってましたよ、うん、新商品みたいなところ、昨日は仙台にできたリンゴ飴のお店でヨーグルト&チョコフレーバーのリンゴ飴を、何それ、おしゃれ、おしゃれ、すごいね、おしゃれだね、そんなのリンゴ飴なんでしょ、ね、リンゴ飴、ね、リンゴ飴チョコでか、なんだ、ヨーグルト、ね、飴なのにすごいね、いろんな種類のリンゴ飴があるんだ、ね、すごいね、でもなんか 若い子たち、うん、女子高生とか好きそう、うん、好きそう、うん、しきっとさ見た目も可愛いんじゃない、可愛いよね、今見た目も問われるもんね、自撮りして、あ、そこね、そうか、棒状になってるといいのかもしれない ね、 そうだね、うん、あ、霞、ぜひぜひ覗いてみてください、うちの方の田舎の霞にもあったんで、都会の霞にはあると思います、今日なんか霞で思い出したけど、うん、なんかまあ最近イオングループがいろんな都内の、うんうん、都内とかね、うんうんうん、かあのスーパーをどんどんこう各家に入れてるっていう話をして、うん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 、その中に首都圏のスーパーのなんか羅列された中に霞ってあって、あ、もう首都圏でこれ首都圏です、首都圏ですよとか思いながら、ね、頑張ってます頑張ってますからね、茨城といえば霞スーパーですね、スーパー霞ですね、いや今日
今日も雑談ないです、はい、取り留めなく、そうそう、さっきから出てくるね、はい、このあ、そうそうそう、鶴屋さんの話聞きたい。大ちゃん、大ちゃんかわいいね、なんと大ちゃんの張り子ですよこれね、最高、最高上かわいい、このサイズ感もいいですね、ちょうど手のひらサイズ、ね、かわいい、手のり大ちゃんです、かわいい、これはね、うん、そのハリコの鶴屋さんっていう方がハリコの鶴屋さんいまして、インスタにありますので、うん、ハリコの鶴屋で検索してね、うんうん、この方中身とハリコ、うん、このこれウサギちゃんと、うん、ウサギちゃんトラちゃんがいるんですけど、このウインナー乗せてるみたいなね、これをね、あの復刻というか、そう、一回こうね廃れちゃったんですよね、もともと中身とダルマの、うんうんうん、江戸時代から続くだるまさんのところで箱のこいつらも作られてたんだけど、まあ今は現在は作ってない、うん、これをまあやっぱり作りたいと、うん、個人でやってる方、うん、でもね今ねこれね、あのひたちなか市のふるさと納税の返礼品とかにも、うんうん、使われた方がいいよ、うん、あの今はやってないけど、ちょうど年末からお正月過ぎまで、うんうん、茨城県立歴史館でも販売をしてましたね、ちょうどうさぎ年、ね、でこのこのねこのこのリーゼントが特徴の中身だとだるま飯田さんってところなんです、うん、そちらから、うん、まあ、作り方を伝授され作ってる方、うんうん、で私はもう何だろう、愛してやまないというか、うん、あの発見した時からファンなんですけど、うんうん、まあ、元をたどると、うん、あのこの人がこの張り子を作ったきっかけ私にもあったっていう、あー、すごいすごい、港線中港の、あのそのね、私鉄の鉄道に駅猫のおさむっていたの、黒猫ちゃんが、でその黒猫ちゃんが亡くなった時かな、うんうんうん、にあのこの方が、うん、あの自分でね、個人でね、うん、あのおさむの黒猫の張り子を作ってなんかやってたツイッターを見て、めっちゃ可愛いです、素晴らしいですみたいな、私はなんか知らないのに、うん、コメントを送ってて、うんうん、でもその言葉が励みになって、うん、飯田さん家を訪ねたんですすごいすごいえ、じゃあその時はまだ張り子活動はあんまりされてなかったってことですか？してないんじゃないかね、すごいすごいね、ね、すごいと思ってそう、で、これはね、あの普通になんか買ったんですよね、うんうんうん、あの調べてたらフリーまで出てきて、うん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 、それで買った時にメッセージを送ってたって、うん、私あの中あの港でね、うんうん、あの着物やってる人ですってこう、うん、まあ、メッセージに一つ入れたら、うんうん、もしかしてアミコさんですか、浅間波動さんですかって言われてバレてると思う、まあ、バレるよ、そうなんか、まあ、まあ、つながりがあったみたいな、うんうんうん、なんでその方とこの間ついに私お会いしたんですよ、あー、もうやい、ね、はい、素晴らしい、もうずっとずっと会いたいけど、うん、なんかなかなかねきっかけがなかったんだけど、ね、まあ、ね、この間、うん、なんとインスタにこれが、うん、ね、そう、それ、ね、登場しちゃって、うん、これまあ、3枚目ぐらいなんだけど、うん、あの鯉のぼりの張り子を作ってて、うんうんうん、5月だからね、子どもの日で、それの流れで、うん、鯉のぼり、そして大ちゃんみたいな感じで3枚目の写真、うんうん、わーってなってもう速攻、これは販売してるんでしょうかみたいな、もうね、前のめりな DM をして、うん、これ、そう、でもすごい可愛いと思った、私もインスタで見て、そう、大ちゃんはちょっと版権とかが分かんないのでまだ今ちょっと考え、売ってないんだけど欲しかったらあげますよみたいなこと言われて、みたいな、いや、感じそうか、版権とか、そうだよね、 それも調べたいし、ね、みたいな話をして、うんうんうん、で、なんならお届けいきますよって言われたので、うんうん、もうそこ、もう言葉に甘えまくろうと思って待ってますみたいな、うちの虎とかいろいろ見せたいんでとかそうだね、ここさ絶対見たら楽しいよね、そう、張り子の人は、で、その時にこの、これもね、私は全然知らない、あの関係ないところで、うんうん、あの出会った虎だったけど、うんうん、調べていったらこいつどう見ても中港張り子らしいなと、うん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 、この顔の印象とか、ね、この形、のめり虎というんですけどでそう、これもね、ちょっと写真で見せたら、ね、それ間違いないですねみたいな鑑定、そう、で、まあ、それも実物も見てほしいし、うんうん、って言ってきてもらって、もういきなりもうなんかすごい張り子についてて、私も出会ってちょっと本当オタクのあれですよ、ね、あの早口にもなるし、うんうん、いろいろ喋りたくて、いろもう玄関入ってなんかすいませんみたいな感じで入って、すごくあの丁寧な方なのにさ、もう入ってくるのにこれがとかお歳児だね、あーみたいな、お歳児、これ
テクションを握りしめてでその話からあの橋本ひろじさんとこにもちょつい最近訪ねてたのもねインスタ見せたから知っててその話もその2人でひろじ愛を語りでそこからそのさっきのお人形様の話になりすごい濃いですね。で、まあ、ね、これもちょっとまあ観光協会に聞いて、まあ、別にいいんじゃないですかみたいな話だったのと、あとこれはやっぱりあの平磯館っていう旅館があるんだけど、そこのおじいちゃんがまあなんか一応まとめ役みたいだから聞いてみればみたいに言われて、じゃあ行きましょうって言ってちょうどねあの食堂にもなってるので行ってきたんだけど、もういいんじゃねみたいな感じですね。みんな軽い、でもまあいいですね。いや、かわいいもん。かわいい。私はもう大ちゃんにも思い入れがありますので、うん、なんかすごい。かわいい。やっと出会えて大興奮。うん、すごいかわいい。でもまあちょっと平井総監置いてもらえませんかって言ったら、ちょっとなんか、うん、まあちょっと高いなみたいな話。なんかね、張り子のね、張り子自体がなんかうまく伝わらなくて。ああ、そっかそっかそっか。じゃあまあまあまあ。じゃあでもじゃあ。なんとなく私が、うん、あのいろんなとこ連れ歩いて宣伝してほしいって言ってくれたら受注もできるんじゃないですかみたいな。連れ歩けるサイズだしね。だし、まあ、うちでね置いてもいいなと思って、いいですよ、またなんか作りますって言ってましたので、ちょっと気になる方はぜひ。かわいい。リンゴ飴の話だね。おじいちゃんはおじいちゃんじゃないよまだ支持率高めで、ね、そうだね。まあね、人気なんですね今ね、リンゴ飴ね。そう、これ日差しが、ね、これはリーゼントみたいな、かわいいでしょ。これ中港だるまっていうんです。中港だるま、このおでこが出てるのが、そうリーゼントみたいな、なんかこう海の男がねこうやってね見てる感じ、手で日差しを作るのをイメージしてるらしいですよ大量祈願ね、海のいいですね、大量金だるまちゃん、ね、とても俳句のつぶやさんは素敵で、いろんなの作ってるので、ね、すごい丁寧な、あとなんかもうこの色、ここのこのオレンジの色っていうのがまた特殊な、この俳句用の顔料がなんかあるとか言って、あの猫のあれと一緒なんですよって言われた。本当だ、猫はあそこあのボディのとこですよね。ボディのあのちょっとグラデーションみたいな、本当だ、オレンジ色があるんだけど、あの高崎ハリコのあれと一緒なんですみたいな、みたいな。面白い、なんかでもその縫い方とかね、人の話を聞けて私は大興奮したんだけど、へ、なんか色にも意味があったりとか、ね、専門の人の話って面白いよね。そうだよ、この間さサザエモンさんと会ったのもさ、そうだよね、あれ前回のラジオ室の後ですよね。結構いろんなことがだからあったんだよね、この1週間、この1週間が。あ、そうそう、だって月曜日にラジオ室やって、火曜日にランドちゃんで、そうだそうだそうだ、私はその後阿武隈の郡山に行ってそうだそうだ、金曜日に鶴屋さんに会ってて、でお人形様の話をしたから、もう濃密濃密だよね。そうだよ、そうだよ、そう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 だ、そうだ、アンドさんに行った話もね。そうなんですよ、そうそうそう。で私はその昨日じゃない、前回のラジオ室の次の日がたまたま宇都宮で仕事が、普段行かないんで宇都宮なんて、めてね、たまたまあの依頼があって宇都宮行くんだよねって話をラジオ室の後、そう、そう、あの亜美子さんに言ったら、はい、え、行くよ宇都宮、明日宇都宮だよみたいな、えー、って言って、純喫茶ランドに行くんだよ。そうで私もあのついでにちょっとランドさんのとこぐらいちょっと寄ろうかななんて思ってたから、ランドさん来たらいいじゃん、ね、しかもサダイモン商店さんと行くんだよね、それは絶対行くっていうね、そう、すごいトントン拍子にね、すごい偶然が重なって、そうね、そうなの、純喫茶ランドに、そうだそうだ、集結したんですよ ね。そう、あのランドさん今週末ね、日曜日、そうだ日曜日、そうですね、30日イベントをするので、まあそれの兼ね合いと、まああと、そう、そのサダイモン商店さんのこのトレイね、そうトレイがね、メーセントレイがさ、かわいいよね。でこれをね絶対、まあこの方栃木だし、うん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 、であのランドちゃんの雰囲気に絶対合うし、
で、まあ、なんかその時忙しいって毎日言ってたので、うんうん、私委託でよければお持ちしてちょっと紹介というか絶対売れるからって、うんうん、そうだね。でその話をしてあの時に、あみこさん行ける日ありますかって佐田山さんからイベント前に、うん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 、ありますありますって、うんうん、それでその火曜日18日だったかな運命になって、うん、でもねもうほらやっぱり思った通りランドちゃんもめちゃめちゃ興奮したでしょ、うんまあね、そうそこ買ってたでしょねそうそうね本当ですよ。でもお店だからやっぱ使えるしあのねしかもねお盆欲しいって言ってたのあそうか でっかいやつがちょうどいいのがなくて、ね、あの、うんうんうん、なんかあのシルバーのさあシルバー昔丸いやつ丸いやつね、うんうんうん、とかいいよねって言ってたんだけど、ねいやでもこれがぴったりだよね。でまあちょうどいいしそうでテーブルに置いてもいいしさ、うん、いいよねぴったり名線布がちゃんと入ってるんですね。そう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 何がすごいって、うん、この布がねフリートじゃないんだ入ってるっていうさ布を入れてこのなんか圧縮、うん、ねすごいよね。あのこのね縁にまだ布がペロペロペロって出てるやつもなんかサンプルで持ってきてくれてて、また30日もそれも置きながら、うん、私あれ見れるの楽しいよね。ここのあの販売員としてもう自分の店だってどうでもいい、うん、こっちで今回はちょっとこの大きさはちょっと大きいので、うん、こっちだな、うん、ちっちゃいやつね。こっちの大きさ大きいやつはマネートレーぐらいの大きさと、ね、そうそうそうこっちのちっちゃいちっちゃいお皿になケーキなんか乗せてもかわいいですね、うん、あいいねケーキ乗せてもいいね。ちょっとおしゃれなフォークと ね、うん、とあと今ここにはないけど丸いやつ、ね、コースタータイプのそうそうそうあれもね使いやすい持ってこうと、うん、持ってきてもらうので、うん、責任持って私がご会計して販売させていただきますので本当 ねすごい着物好きは超楽しいと思います。そう ねでそうやっぱりこのさこれを作るなんだろういろいろ秘話というかさ、うん、その布の種類によっても色の出方が違う話とか ねすっごい面白かったお話聞けて、することによってとかその温度とかにもよるのかな、ね、なんか黒が強く出るとかさ、うんうん、なんか色が全然出なくなっちゃ う、ね、その名声もほらなんか栄養バスリだとどうのこうのみたいな言ってたよね。もうなんかねオタクは喜ぶ話、ね、超楽しかったそうだからあのその今ちょ実際着てる着物見てこれはダメなんですよとかねそんな話してたんだよ ねそうそう私がその着物いらなくなったらトレーにしてくださいみたいなことをまたずうずうしく言ったら、うんうん、じゃあこれはね、うん、ダメなのそうこれね色が出ないんですよでなんでみたいなねなぜなぜ何ですよそう本当にもうすごく面白かったです ねでまあ本当間違いなくあの空間に、うんそうランドさんの、うんうん、にもめっちゃマッチしてて、うん、何乗せても絵になったからそうそうそう私も、ね、あの自前のこれをねそうそうそうあの私はもう自前で持参してあの自分の、ね、ここにナポリタンを置くとかコーヒー置くとか全部やってどれやってもかっこいいしねよかったよかったそう買ってたのでね、うん、そうすごいね楽しかったね楽しかった私もまた、うん、ちょっと追加で出したいしあとうちの生地たちもね、うんうん、そのうちそうですねそのうちね朝の波動コラボはね、うん、いいよね楽しみ、ね面白いね広がるね面白いあとここもねいちいちねあカラーコーティングのそうそうそう色をねこだわってね赤も赤好きなのね、うん、紫あと、うんうん、ターコイズっぽい緑とね、うんうんうん、あれも綺麗だったねとてもいいラインナップで裏のカラーもあるのでその辺のこの色合わせとかも ね楽しんでもらえると、うん、はっかけみたいな気持ちでそうほんとそう、うん、これたまらんですよたまらんですよ私もちゃっかりカラコンのやつお迎えしましてでもちょうどよかったねあの日はねあの日ちょうどよかったね、うん、でちょうどなんかこう写真とか撮ってる時には、うんうんうん、お客さんがちょうど引けて、ね、そうそう我々がワイワイできるワイワイ、ね、時間がキャーキャー言いながらねその模様をちょっと CM にしましたので、うん、あのよかったらご覧になってくださ い、ね、インスタの方に載っけてます。そうそうそうまあ私行けないんだけどね残念私行けないんだけど、ね、仕事なんですか。そう仕事なんですよね、ちょっとね行けないんだよねちょっと行けないんだけどね残念。じゃあでもまた、うん、またなんかのね折にねそう、うん、でまあそのランドさんの、うんこうでもこの前日曜日の夜かなインスタライブをしてくれてて次のイベントについてちょっとまあ3人
ランドちゃんの店主さんと、うんうん、あと布うさぎさん、布うさぎさん、これ今日してますね。私もここにいるんだ。見えるかな。布うさぎさんと、うん、あとまあ島ちゃんっていうね、またかっこいい、かわいい、かっこかわいい着物女子がいて、うん、その子、そのお二人はもう当日ちょっとスタッフというか、あ、もうあのお手伝いさん、うん、もう常にスタッフでいいよっていう感じなんだけど、そうだよね、うん、まあ、今回女給さんとして、うんうんうん、あとまあ販売の方、うんうん、で布うさぎさんのクリップももちろん販売するので、うんうんうん、楽しそうだね、いいね、そうそう、でそのライブ中にまあなんかそら自分のね持ち込みとか、これもねなんか持ち込みとかで作ってくれたらいいですねみたいな話になってて、まあそれはね、まあ、まあでもやっぱりねこう向いてる向いてないがね、まああるからね、布がね、そうね、あのホスト面とかも考えるとっていうあれだけど、まあ布うさぎさんもえ、じゃあ、あと私があの歯切れも持ってくよって言って、うん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 、まあ布うさぎさんのためなんだけど、次の作品のためにね、で、まあ、歯切れも普通に売るかななんて言ったら、うん、じゃあそこから、うんうん、あの作ってもらうとか、オーダーもできるよ ね, ねみたいな話の流れでなって、うんうんうん、そういうのもあるらしいですね、そういう催しも、あと自分で ね, あ、作ってほしい布とか持ち込んで、うんうん、ご相談とかもお気軽にしてくれたら、うんうん、このクリップあのね、あの作りたい方は、うん、この布もあれだけど、この周りのビーズとかもいろんな色があるので、サイズとかもね、そう、これなんてシルバーなんだよ、かわいい、いいね、シルバーも、うん、これ超気に入り、うん、そういうのもやるし、そう、オーダー会です。で、まあ、その時になんかちょっとこういうのもありますかみたいなのをこう、ね、皆さんのこのコメント で, で、ね、私はコメントしながら参加し、ちょうど見れたから参加してたので、それに合わせて物を持っていこうかなと思っております。いいね、いいですな。なんで週末はぜひ宇都宮へ、純喫茶ランドへ、純喫茶ランドさんへ、よろしければ、うんね、11時オープン、うん、5時閉店かな、うんうん、でやってます、うん、ほらほら、ビームスビーマルさん確かお揃いの柄をあ、そっかそっかそっかお揃い、うん、いいね、いいね、そうだそうだ、うん、でその準備で今わたわたしててぐちゃぐちゃなんですよ、うんうんね、でもそうだ、1週間なんかいろんなことがね、ありましたね、ありましたね、ありましたね、そうかも、あれそうだよね、週間前なんだ、そうですよね、なんかすごい結構前、結構前な感じがしますよね本当にそう、結構前な感じがねしますよ、うん、あの私ちょっとぶっ倒れたんですよ、実は触れていいのかどうか、そうそう、実はね、あの、ね、木曜日の夜中にちょっとぶっ倒れまして、そう、あ、まあ、でもね、飲みすぎがまあ主なところだと思うんですけど、うん、お酒も入ってて寝て夜中起きて、うん、でなんかお水が飲みたくてお水飲んだ後にちょっとクラーっとしてしゃがみ込んだりしてたんだけど、うんうん、その後こうベッドに戻ろうと思ってベッドに向かって歩いてるはずがちょっとベッドじゃない方向に行って、うんうん、そこでなんか多分意識失ったみたいで、うんうん、でやっぱさ力抜けてるからさ、うん、頭が一番重いんだね、うん、頭からね、あのね、バターンっていったから、こうこういう感じで、こういう感じで、あのここちょっとね、でもだいぶ薄くなったんですけど、ちょっと朝があって、うんうんうん、あの鼻血ブーですよ、鼻血ブーで、いやいやいや、そうで、それで行ったって、ちょっともうそこででも意識は戻ったんですけど、うんうん、でそのあとすぐにまたトイレに行こうとしたら、またトイレの中でも倒れてて2回ダメじゃないですか、そう2連続で倒れてしまって、全然ダメだよ、そう、さすがにそれで、まあ、次の日に、でもそれもさ、うん、ほら飲みすぎのせいかなと思ってなんかやり過ごしちゃいそうになったんですけど、まあ、一応ちょっと、まあ、検査してもらおうかねっていうか、うん、なんかあの、ね、時間もあるな、そうそう、ちょうどね、いい、あの次の日ね空いてたから、うん、そう言ったら結構、仕事とか入ってたらさ、絶対やり過ごすよね、やり過ごすね、まあ、別に寝て今平気だし、寝て今平気だしってなってたと思うんですよ、でも空いてたからちょっとまあさすがに医者に行くかと思って、うんうん、でもなんか何かに行っていいかもよく分かんないしさ、そうなんだよ、これさ病気に行かない人って病院どこ行っていいか分かんないんだよね、そうなんですよね、そうだからとりあえず近くの総合病院で、うん、まあ、脳みそも見てもらえそうなところに行こうかなと思って行ったら、うんうん、
まあでもちょっと原因わかんないから、まあ、まずは内科を受診なんだけど、うん、まあ、内科の先生とかにこう、まあ、そのなんていうの、その問診票を渡したら、なんかそれはなんか脳の方も検査した方がいいのとか、そういう話になって、うん、結構ね、なんかもう一気に人間ドックみたいな感じで、うんうん、まあでもちょうどじゃあ総合病院行ってよかったね、うん、よかったですよかったです、うん、MRI 初めての MRI でしょ、芋洗い、芋洗い初めての芋洗いと心電図レントゲン、うん、で内科に行ったら、まあ、血液検査して、うん、で貧血だってことが分かって、うん、でじゃあ婦人科紹介します、うんうん、であとまあ今度検便もしてくださいよとかさ、全部ですね、そうフルコースですよね。で、まあ、脳の方は全然問題はなくて、うん、でもなかったんだけど、あの先生がなんかレントゲンでちょっと実は気になることがあってって言って、うん、全然ね今回のこととは関係ないんだけど、あなたちょっと頚椎のところがここちょっと見てくださいって言われて、頚椎がなんか一箇所白くなってて、うんうん、これおかしいから、あの整形外科も紹介書きますねって言われてでもなんか頚椎はちょっと思い当たる節があって、うちのなんか父もなんか頚椎がちょっとねおかしい、 なんかなんとかっていう病気がなんかあって、それがなんか遺伝するから、うんうんうん、お前気をつけろって言われたことが昔あって、でも遺伝だから気をつけようも何もないじゃねえかと思ったんだけど、まだそういうのがあるから気に留めとけよっていうこと、うん、でそうで気に留めといてどうしていいか分かんないけど、ね、多分ねそれだと思うんだけど、まあ、ひどくなると手がしびれちゃったりとか、まあ、半身麻痺になったりとか、うんうん、そうか、なんか結構そ神経に来るんだ、そう神経に触るらしいんだけど、それが見つかって、そういうね、まあ、婦人科も問題ありなことが分かって、あとまあ超貧血だっていうね、まあ、貧血だっていう話ですね、まあ、付き合っていくしかないっていうか、ね、そうなんですよね、ほらだってさ、そうそうそう、な貧血にいい食べ物見て絶対差しもらうじゃん、なんかピッチあれさ、いや好きだしよく食べるしみたいな、ラインナップ多くないですか。確かにそうだから意識的にさ、レバーとかさ割とね食べてる方なんだけど、やっぱりさ体質とか足らないんだよね、私もめちゃめちゃ貧血はもう何30年、そうですよね、なんか、うん、生理来て以来、だからなんかさ、まあ、婦人科由来なんだろうなっていうあれだけど、そうてかそれが当たり前な感じになっちゃってる、普通なんだよね、その状態も。昨日さ相方と話してて、そのだから俺は貧血になったことがないからわからないって言われて、うんうん、なんか目の前ふーってさ暗くなったりとかって一回もないのって言ったら、うん、そんなことないって言われて、まあでもそりゃそうかってね、普通ないだよね。私いつもあのここにチカチカした何かが飛んでますよ。私ねなんかさーっとこうモノクロームになってこう汗かいたりとかありますね。ね、動機激しくなるのも、ね、うん、とかね、貧血のせいだしね、うんうん。ありますよね。あとちょっと運動するとすぐハーハーしちゃうし、うん、階段とかもダメですよ、ね、ダメダメしますよね。私階段登れなくなって、うん、あの高校のね見学に行くとき、中3のとき、うんうん、学校見学に行くって水戸駅まで行ったんだけど、うん、水戸駅の階段登れなくなっちゃって、うん、そのまま帰ったことがあって見学してないの。そっか、私そう、でもそこまでのなんかひどいエピソードはさないんだけどさ、私そんなんばっかですよ。そうそう、うん、で病院行って、ね、本当は入院しなきゃだけどねって、うんうんうん、でも薬も合わないからこう毎日点滴に通って注射、成分そうね、そう鉄剤もね気持ち悪くなっちゃったりとかね、あんな飲まない方がいいわみたいになってでさ今のところ鉄剤はなんか大丈夫そうなんですけどね、そうそうそう、うん、鉄分とっても貧血の人タンパク質が足りないってことあります。あ、おー、なるほど、なるほど、あります、ありがとうございます、ね、そうなんだよね、まあ、バランスとかね、あともううちはもう母親とかいろいろみんな話聞くと家計的にめっちゃ貧血だから、うん、しょうがないんだろうなって、うちもそうなんだよ、妹もね貧血ひどいしね、うん、だから猫マサムネ来たな、マサムネ寒いのか、寒いのかごめんな、なんか食べるかな、ね、ちょっと猫見け近所のハンノラちゃんが来るんですよ、ね、寒そうだ ね、雨だし ねお腹すいたかな、なんかよくそこで、あのうちの玄関の前で座ってる人が、うん、言いますね訪問者ですね今日は、いらっしゃい、小さな訪問者ちょっとちょっとお相手してくるね、そうですね、あの固めなのでマサムネって呼んで今日マサムネが現れた、ちょっとマサムネの方向に行ってみましょうか、あれだ
スタイフ放置になりそうだけど、えい、ちょっと。あれ、あ、間違えちゃった。ビデオを消してしまった。逆です。ここでしたね。あ、行っちゃったかな。これを、全部持って、私は移動できるかな。よいしょ。アトリエはこんな感じに、あ、戻ってきた。ね、あ、どっか行っちゃった？いるけど、うん、見てたりすると。あ、ダメですよね。じゃあ、このままちょっと朝の波動をぐるりと。あ、あさみちゃんですね。あさみちゃん。そう、私も今散らかしてしまったので。よし、こんな感じで。あ、もうね、いろいろいるでしょ、いろんなものが。妊娠中、鉄分不足でフォローされました。薬だと治らなかったけど、食事改善して鉄分不足治りました。うんうん、食事ね、大事ですね、食事。そう、やっぱりね、鉄分はね、悩んでる人ね、多いと思うので。私はだから、妊娠中は調子が良かったです。うんうん、生理が止まるから。あ、やっぱそうなんだ。うん、そうか、私はもう多分そこに全ての要因があるんだな。生理ね、そうだよね。一族全員貧血だけど自炊になって1年になりました。すごい、すごいね。食べ物うちもだから今そうやたらナッパを出してくれてもらってます。小松菜いいよ、小松菜。そう、小松菜とかね。そう、昨日割れば食べたし。そうですです。ね、なんかもう体質だから、体質だからね、知って付き合っていく。そうそうそう、そのクラクラしてるとか、うんうん、ゼーゼーするとか、うん、ハカハカするみたいなのが、うんうん、それがそもそもダメなんだよっていうことでしょ、うん、そうそうそう、言われてもさ、ね、でもそれの状態でさ長年生きてるじゃん。そうなんですよね、そうなんですよ。でね、なんか不思議なことに、こう生理痛はそこまでね、私の場合はひどくないと思ってるんだけど、でもそれってさ、うんうん、なんか思ってるだけなのかな、なんか痛みに強いのかなとかさ。私はめちゃめちゃ始めると多分痛い。だって痛みに強いよ私、うんうん、痛みに強いけどこの世で一番嫌なものは生理痛。あ、そうか。最近ね、もう年取ったからかな、うん、そろそろ上がるのかなと思うけど、うんうんうん、だいぶ良くなってきたんだけどね。そうそうそう、本当、うん、ね、2日ぐらい動けないぐらいだったので、うんうんうん、そうだよね。本当だから血管困難症っていう話になり、うんうん、 そうだよね、それでお薬もらうようになってから良くなったけど、うんうんうん、そうだよね、うん、だって生活が困難。そうだよね。そうそうそう、うちも妹が割とそういう感じだったからさ、なんかそれを見てるとなんかあれ、そこまでじゃないし、別にそんな、ね、鎮痛剤とかも私別に飲まずにいられるから、じゃあそこまでじゃないかもしれない。でもわかんない、でも自分で我慢できる範囲がすごいのかもしれないし。でもね、別にそんなにね、痛いなとかも、あ、うん、痛い時もあるけど、私若い時は痛くなかったんだけど ね、そう、うん、そうなんですよね。なんか妊娠、出産すると良くなるよとか言ったけど、うんうん、出産前ぐらいからひどくなって、ね、うんうんうん、全然なんなん、むしろ痛いけどみたいな。そうそうそう、なんかあの出産すると良くなるシーンはありますよね、うん、ないない。わかんない、なん、ね、私は帝王切開だからなのかもしれないけど。え、でもさ、でも子宮の中で子供を育てたことには変わりはないわけじゃん。なんかだから関係ないんじゃないと思って、ね、ひどくなっちゃったから、 それから、うんうんうん、あの薬もらうようになったけど。そうだよね、そうね。でもなんか何の気なしにね、辛くないふりをしてこう、うん、あの仕事とかするじゃない、うん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 、なんかおかしいよねやっぱり。ちょ、おかしいよねやっぱりね、うん、そうですよね、なんかね、そうですよね、うん、そうなんだよね。あとまあね、やっぱりホルモン絡みだからメンタルの問題とかもね、うん、そうそうそう、そういうのも結構すごいあるよね、 PMS とかね、難しいよね。コーヒー、紅茶、緑茶、スナック菓子や清涼飲料水は鉄分吸収を妨げる。あ、紅茶がね、そう好きだからな。ダメなんですよ。そうだから、まあ低血圧はちょっとカフェイン取った方がいいんだよ、うん、あ、そうなんだ。そっか、不思議でしょ。不思議だよね、カフェインって。でもそうだよね、そう、興奮作用でそうだよね、血圧をちょっと上げてくれるから、血圧もさ適度にってことね、やっぱり低かったね。なんか別に、うんうん、あの自主的に暇、あの病院って待ち時間あるじゃない、うん、で暇だからなんか血圧測るやつでさ、なんかこう
面白半分で測ってたけど、そういうどこまで入れたら正解なのかなとか思う。でもなんかね、最初1回目やったのがなんかあのコメントみたいなんで、肘の位置を合わせるともっとちゃんと出ますねみたいなのが出たから、これ間違ってんだと思って、もう一回やったらどっちが正しいんだ。今さ、なんかさ、お医者さんってでもちょっと面白いなと思って、その MRI の説明もなんかね、こんな卵みたいなロボットが説明してくれてね、うん、そこの病院はなんかその卵野郎がなんか全部説明をね、そうしてくれて、あ、カフェインじゃなくタンニンが原因、あ、そうですね、そうそうそう、あれね、あの鉄分のやつでしょ、鉄分はね、そうそう、だから紅茶ダメなんだよね、うん、まあダメ、まあちょっと、ちょっとならいいんですよ、ね、まあね、お茶でもガブガブ飲みたい、わ、うん、かるわかる、私も緑茶大好きだから、そう、お茶ガブガブ飲みたいけど、うん、まあ鉄剤ね、飲んだ後とかダメだよね、全部 ね持ってっちゃうっていうか、ね、流されちゃうから、そうなんですよね、そうで卵が、そうあ、でそう卵野郎がね、そう卵野郎が全部 MRI の説明とかをしてくれるんですよね、うん、とかなんだ、そう MRI もやっぱりなんかこうすごい機械だよね、なんであれであの画像が撮れるんだろうと思って、輪切りの ね不思議ですよね、どうしてここがそう見えんのかな、だってこう入ってくるのにさ、そうそうですよ、こうシャットなんかあのなんか線でこうねねバーって、ね、あの音は何なんだろうとかそうそうそう、それでね、その画像を見てここが変ですねって、ね、いうのがすごいすごいよね、でなんかさ、BGM とかをさ流してくれてるのがさ、うん、なんかオルゴールと、うん、オルゴールでなんか尾崎豊とかが流れてきて、何なんだろうなと思って、でそれでなんか雑音もさ同時に入ってきて、こうガン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 みたいな、ガンガンガンっていう雑音とオルゴールでさ、こうさ流れてくるさ尾崎とさ、何なんだろうなこれって思いながら、その曲のなんかチョイスは何なんだろうね、むしろなんかガンガン言ってるから、なんかこうテクノ的なものとかをさ、あ、ね、流してくれればいいのになって思いながら、オルゴールでこうちょっとでもね、ちょっとでもね、まあ、でも医療機関とかやっぱちょっとなんかこう J-POP オルゴールに、ね、うんね、流れがちだよね、流れがちだよね、面白い、そうでやっぱりなんか病院面白いなって、その昨日は婦人科に行ったから、婦人科は婦人科でさ、ちょっとさモニターみたいなので、うんうん、そのなんていうの、赤ちゃんのケアの仕方とか、なんかそういうのがなぜ尾崎、本当なぜ尾崎、ね、そうだよね尾崎じゃなくていいよねなんかいろいろね、こう教えてくれたりとかさ、なんかすごい待ち時間暇じゃないように、いろんなね工夫がね、普段行かないから、余計観察しちゃうよね、観察して面白いなって、暇だからね、そうそう、待ち時間なんでいいの、そういる人をこう観察したりさ、うんうん、してましたね、あんまりかかりたくないけど、まあね、たまにね、その検査みたいなのはでも大事かもね、大事ですね、いろんなことがね、首がいかれてるっていうのと子宮がいかれてるっていうのがよく分かったのでまあでも元気ですので、その、ね、でもお酒をちょっと控えましょうね、そうだね、うん、そうそうそう、うん、でも、うん、怖いね、怖いですね、そうですね、私の知り合いも倒れて、ね、顔面からいっちゃって、うん、やっぱ顔面すごい、そうですよね、しかも外だったから、駅のホームとかだから、なんかアスファルトみたいなところで、なんか石、ちっちゃい石とかあるじゃん、なんかそういうのにも、それだからそう顔をやっちゃって、ね、意識失って倒れるってやっぱ危ないなと思ってさ、危ない危ない、普通に転ぶのとはなんかわけが違うなって、やっぱりちょっと制御できる状態とそうじゃないっていうのはね、ね、私も家で一回倒れたことあるんだけど、若い時から高校生、うんうんうん、全然覚えてなくてさ、うん、私は後頭部からあ、でもそれもさ、なんか脳とかになんかね、そう、浸透を起こしたりとかさ、お風呂場のガラス戸みたいなところにぶつかったらしいんだけど、うんうん、全然覚えてないし、うん、ね、その時来てたばあちゃんが血相変えてきて、うんうん、でもさ、自分倒れたと思ってないから、普通に、ね、あ、なんか普通になんか行動しようとするって言って、そうか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 、まあでも休みなさいみたいになって、朝だったから大したことじゃないと思う、痛いしさ、そうだよね、うん、自分が何だか分かんなくて、そう、分かんない、私は別にそのどっか切ったとかもないから、うんうんうん、そうだよね、なんか痛いなぐらい、そう、私もそう、鼻血ブーだったからさ、でまあ行ったってなってさ、うん、うん、痛かったけど、でもずっと至近に大丈夫大丈夫、救急車呼ぶから大丈夫大丈夫ってずっと
まあでも中継者を呼んでもいいのかもしれないよね、もしかしたら、ね、まあね、呼んでもよかったのかもしれないけども、呼ぶほどそこでまあもし意識が戻ってなかったら多分救急車だろうけど、戻ってなかったらまあ救急車だよね、自分が戻っちゃうとね。そうなんだよね、そう、あの大丈夫って言いがちじゃん我々、言いがちですね言いがちですよね、うん、大体のこと大丈夫、大体のことだって大丈夫だったからさそうなんだよね。私も飲んだ帰りに駅のホームで貧血で意識なくして倒れて、バレッタが頭に刺さって、いやー怖い。そうですよね、お大事にして、やっぱりね、酒と貧血はね、気をつけないといけないですね。危ないですね、気をつけて ね、うん、ね、私はお酒を飲まないから。そうなんですよ、なんかもうさ、内科でさ、どのぐらい飲んでるんですかって言われてさ、うん、説明してるのがもう恥ずかしくてさどのぐらい飲んだんですか。ビールを多分、でもその日はビール3合缶は1本で、で2人でちょっと空いてた白ワイン750を2人で飲んで、うんうん、その後多分ハイボール的なものを、ウイスキーを何杯か飲んでたと思うんですよねっていう話をしてたんだけどそれをさ、あのワインととか言ってる間に、なんかさ、もう僕はその辺でもうダメですみたいなことを先生が言ってきてさ、もう恥ずかしいなと思ってさ私も昔駅のホームで倒れて助けられました、うんうん、駅のホームはね、そうだよね、ホームは怖いね、じゃ結構 ねあるのよ ね、駅のホーム、ね、救急車呼ばれてもう大丈夫なのに運ばれるしかなくて、あ、そうかそうか、まあ、それもね、そうだよね、もうそうだよね、私も駅長室に運ばれて恥ずかしい、そう、皆さん恥ずかしいよね、でも恥ずかしがる必要はないんだよね、そうだよ、ね、そう、具合が悪いんだよ、そうなんだよ、うん、そうだよね、私でもこう、ね、自分で、あの自分が本当に悪いきっかけと、なんかあの階段とかもこう自分が踏み外して落ちるとか、なんかそういう意識を失ってとかではないから恥ずかしいなと思う。あ、でもね、あ、でも自分きっかけでも、まあ私はでもその酒飲んでるっていうのも、うん、まあ、ちょっと恥ずかしいからっていう理由だよね、まあ、お酒が原因だっていうのは ね、 そうそうそうね、なんとなくね、そうそう、わかるからさ、まあでも、まあ、あんまりね、あのひどいあれじゃなくてよかったけど、うんうん、まあ、本当に本当に、そうとりあえずお薬飲んで、まあ、子宮もね、うん、そう腺筋症だっつんで、ちょっとなっちゃう人はね、何かとね、何かとね、ですよね、生きてる以上しょうがないのでね、うん、もうちょっとでね、もう数年でね、終わんじゃないかと思いますけどね、ちょっとそれをね、ふと思ったら、そうなんですよ、ちょっと寂しいと思った。そうですよね、この痛みともあとちょっとかと仲良くしようみたいなそうなんです、もうこの辛さを、そうそうそう、そこまで、まあ、でも別のね、何かがあるのだろうけど、ね、そうですね、骨粗しょう症とか来るんじゃないですか、そうね、なんかね、そうそうそう、やっぱりホルモンバランスも変わるし、そうそうそう、まあ、更年期のね、悩みとかも出てくるのかなとか、ね、そうそうそう、なんだけど、この長年付き合ったこの生理という、うん、あいつ、ね、いくらしあいつ、生理ちゃんね、そう、くたらしいけどいなくなると思うと寂しいなんて、うん、そうですよね、複雑ですよ、複雑な気持ち、うん、本当に、あ、全然すぐなくなっていいんですけど、ないならない方がいい、ないならないでね、そうですよね、うん、そうみんな気をつけ、みんな結構、ね、駅のホームで倒れる国がいますねすごい、結構みんな今日はいろいろね、共感する話がたくさんあったから、ね、よかったよかった、そう、 あ、そうだね、そんなこんなでいい時間ですね、そんなこんなでいい時間になりましたね、だったら喋りましたけど、喋って、はい、はい、今日も、はい、あ、では時間、いや、そう、今日ね、音楽私忘れたので、はい、ぼんやりだよ本当に、で次回が、薄いね、なんか5月1日月曜日の予定でございます、はい、5月1日です、もうね、ゴールデンウィークですね、そうですね、黄金週間が始まります ね、まあ、今日4月の最終日は、はい、私純喫茶ランドさんに、うん、行きます、はい、ちょっとここであれ、あ、そうですね、告知、5月に忙しくて、はい、あ、5月を盛りだくさん、5月連休明けの第2週目は11日から14日まで、うん、あの水戸の有名デパートで、はい、水戸某有名デパート、某有名デパートで形成ですね、はい、うんうん、あるんですけど、小田彦三郎さんと、小田彦さんとご一緒しての、いいですね、いいコンビですね、うんうん、はい、やります、いいですね、でその翌週には、うん、福島県郡山市に行きます、うんうん、お、郡山、
小山市に行きますって普通のあれみたいなイベントで、あのイベントですね、行に行きます、うん、朝の波動のイベントの話です、ね、イベントがありましたみたいな、そんなこんなでなんか久しぶりに動き回る、ね、超動き回って、ね、出歩きの多い夫人、出歩きの多い夫人はいろいろあるよね、本当ね、出歩きの多い夫人は、ね、悩みも多いですよね、袖口も擦れるしね、そう裾も汚れますよ、袖当て歩き多いから、みんな頑張りましょう、頑張っていきましょう、うん、はい、今日の着物は、あ、今日の着物は昨日藤が綺麗だったから、あ、今さ藤綺麗だよね、そう、これめっちゃ袖が長いの、いいねいいね、かわいいね、でもこれいつも着逃すから、うん、あ、今日だと思って着ました、藤あっという間だもんね、藤もあっという間、そう、今日はなんか昨日ちょっととりあえずなんかもうテンション上げようと思って色を入れて、まあ、でも根元ねちょっと染め替えたいんですけどね、すごい黄色い、そう、あと色抜けちゃってたからさ、色入れてサイケな感じに、うん、この帯がさ、いいですね、多分もともと名古屋帯を半分にやって、うん、半幅みたいになってる、ね、半幅にもうなっちゃってて、うんうん、柄がね全然出てこない柄が全然出ない、後ろはだからもう無地です、シンプルな、うん、かわいい、そう、かわいいよね、柄がね、うん、でもサイケな感じで行ってやろうと思って、まあ、気分をね、そうそうそう、盛り立てて、気分を盛り立てて、服装っていうのはそういう作用があるからね、そう、自分を盛り立てるためにおしゃれするわけでしょ、うん、そうなんですよ、うん、ね、富士かわいい、今笠間稲荷の富士を昨日見たんだけど、ね、うんうんうん、すごい本当に今、ね、今盛りですね、今綺麗でしょうね、もう今そこら中の富士、うんうん、そうそうそう、山富士がすごい綺麗じゃない、うん、そう、どこも綺麗で、さっきもね51号ね、大洗のところがね、道がこう二股の分岐のところの間がね、うんうん、間の低いところになぜか富士が回ってあってね、綺麗なんですよ、富士を見て、そうそうそう、見ながらこれ見ながらね、ね、まあ季節のお花もあれだし、もう5月になるし、うん、ね、着物も何着ていいか分かんないんだよ、うん、本当に、あ、そうですね、うん、でもその時着たいの着ればいいし、うん、そうそうそう、気温に合わせてね、山の富士すごいよね、うん、今ね、すごい綺麗、あちこち綺麗、良い良い良い時期ですね、はい、痒い、じゃあ終わんないですね。そうね、終わんないね、音楽ないから。リリじゃないからね。リリリリリリ。次回は5月1日です。でございます。ではでは。今日は皆さん、今日も皆さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。また。ね、あ、ヘアクリップ見たい。えい。これだよ。かわいいよ。かわいい、同じね、ハエリ持ってて、そうそうそう、ハエリ持ってるよ、へへへへへ、ですです、こっちはね、あれなんで、ブンブンブラウさんのやつなんだよね、こっちはこんな感じで、これ上に鳥がいます、実はかわいい、そうですです、カラコも多分いっぱい、カラコもいっぱい、私お願いした気がするんだよな、うんうん、カラコ好きもぜひ、忘れちゃって、うん、どんな布を渡してるのかとか、まあ行けばわかる、行けばわかる、ね、行けばわかる、私が好きなやつをいっぱい作ってもらってる、うんうん、そうだね、うん、ね、まあそれは京成さんにも持っていこうと思っているので、なんでまあね、はい、もう要チェック今後も、まあはい、お問い合わせもどうぞ、うん、じゃあそんな感じで、はい、そんな感じで、あ、仙台も富士が一分咲きですよ、ね、早いね、早いよね、あっという間に満開になる、ね、うん、はい、じゃあそんな感じで、そんな感じでまた来 週、 また来週5月1日にお会いしましょう、ど真ん中でお会いしましょう、はい、またね、またね、よいしょ、えい、